これは葛飾区都市計画マスタープランの説明動画です。こんにちは。葛飾区都市計画マスタープランが改定されたそうね。どのような計画なのか教えて。はい、都市計画マスタープラン、通称都市マスは、区が行う街づくりの総合的な指針です。平成23年に策定してから10年余り経過しており、街づくりに関わる社会潮流や区内各地域の街づくりの進展などを踏まえて改定することとなりました。としますは序章第1章から第5章で構成しています。早速序章から見てみましょう。としますって葛飾区政の中でどんな分野を担う計画なの？としますは区政の上位計画である葛飾区基本構想に掲げる将来像の実現に向け、葛飾区基本計画や実施計画、東京都の計画などとともに、都市整備分野における区の事業・施策を進め、都市計画を決定するための指針となっています。都市マスにはどのような役割があるの？都市の将来像やその実現に向けたまちづくりの基本理念や目標などを示すこと、区全域の都市計画の方針や各地域の都市整備の取り組みの考え方を示すこと、区民・事業者等行政の認識を共有し、共同のまちづくりを推進する役割があります。計画に目標時期はあるの？超長期的な視点も念頭に置きながら、20年後の令和25年を計画の目標年次としています。葛飾区の街づくりを取り巻く状況ってどんなこと？主なポイントは？人口減少、少子高齢化、ライフスタイル等の変化、激甚化、頻発するさまざまな災害、住民等による主体的な取り組み、 SDGs の4つを本区のまちづくりに関わる大きな潮流と考えています。都市マスが目指すまちづくりの大きな方向性を教えて。葛飾区基本構想で掲げる本区の将来像から、都市計画分野で受け持つ役割を踏まえて、みんなで作る水と緑豊かな安全で快適に暮らし続けられる葛飾を街づくりの基本理念としています。都市マスが目指す理想の街のイメージを教えて。都市マスでは街づくりの基本理念に基づいて5つの街づくりの目標を定めています。また目標を踏まえ、計画期間にとらわれず実現を目指す理想の街のイメージを理想像として描写しています。一つ目の目標は、さまざまな自然災害に対応し被災を繰り返さない街です。震災への対応として延焼遮断帯を形成し、密集市街地が解消され、市街地内にはいざという時の避難場所となるオープンスペースが整備され、避難経路が確保されている街を目指します。水害への対応として、平常時、避難時、浸水時の段階に応じて機能する浸水対応型市街地を目指します。二つ目は、人々が集い憩えるにぎわいある魅力的な街です。駅周辺の街づくりに合わせ、機能や規模を最適化した交通広場、にぎわいが創出された一体的な駅前空間などによる拠点の形成など、個性豊かで魅力的な街を目指します。3つ目は、安全で移動しやすい交通環境が整備された街です。さまざまな交通手段が選択でき、円滑な交通を可能にするとともに、民有地からのにぎわいがにじみ出るゆとりと魅力ある道路空間が整備された街を目指します。4つ目は、誰もが親しめる河川や緑豊かな都市環境が広がる街です。多様な世代の人々が集い憩える身近な公園や
親しみやすい水辺空間が広がる街を目指します。最後5つ目は、多様な主体が協働し豊かな地域社会を構築する街です。住民等が主体となって地域のルールで良好な街並みを形成したり、日常的に道路空間を使って地域活動ができるような豊かな地域社会を目指します。そして5つの目標が達成された様子を含め、計画期間20年にとらわれない理想の街のイメージを理想像として描いています。理想像に向けて将来的には街が大きく変わっていくかもしれないんだね。そのためにどのようなことに取り組むのかな。全体構想は20年の計画期間内に目指すものとなります。葛飾区では都市の構造として、駅などに商業施設や事務所などの都市の機能を集積させた拠点を作り、それらの拠点を道路や公共交通のネットワークで結びつける多角連携型の都市構造を形成していきます。一方、徒歩で行ける範囲に生活に必要な店舗や病院などがあり、隣接する生活圏同士で不足する機能を補い合うことができる歩いて暮らせる街を目指します。また将来都市像を掲げ、その実現に向けて区民の関心が極めて高い防災を共通の視点に、6つの分野別方針の取り組みを連携させながら、平常時にも災害時にも対応した街づくりを進めていきます。6つの分野別方針の中から主な取り組みをいくつか見ていきましょう。防災まちづくりの方針では何に取り組むの？大規模水害リスクが高まった際の広域避難が困難な場合に備え、垂直避難が可能な中高層建築物や高台等を整備し、地域全体として避難行動用支援者や逃げ遅れた住民が安全に避難できる浸水対応型市街地の形成を目指します。また大規模な水害発生時の円滑な避難・復旧活動を実現する地域力を高めるため、平常時には地域住民が日頃から河川を活用し、河川に親しむことができる浸水性の高い市街地形成を目指します。土地利用の方針では何に取り組むの？それぞれの地域がこれまでの歴史や風土により培われた個性と特徴を生かして発展するとともに、相互に補完し合いながら全体として安全、便利、快適なより良い街の形成を目指します。市街地整備の方針では何に取り組むの？周辺地域に貢献する建築計画には、容積率や高さの制限を緩和するなどの様々な制度を活用し、都市機能の誘導や道路、公園などの整備を進め、地域の利便性、安全性、防災性の向上、交流の場となる公共空間の形成など、質の高い市街地開発を推進します。また、地域の価値の維持、向上を目指し、区民や事業者等が主体的に取り組む地域活動を支援するため、葛飾区区民参加によるまちづくり推進条例制度の拡充や、エリアマネジメント活動の主体となる組織の立ち上げとその後の伴走支援に取り組みます。交通体系整備の方針では何に取り組むの？地域の活性化に向けて、地域間の連絡強化や交通渋滞の緩和を図るため、道路と鉄道の立体交差化の推進や高架下空間の活用について検討します。また利用者の多い基幹的なバス路線を補完する移動手段、フィーダー系統の充実や、安全・快適に自転車を利用できる環境の整備、新幹線旅客化などに取り組みます。緑と水辺の整備、景観形成の方針では何に取り組むの？自然環境の多様な機能を積極的に活用し、地域の魅力、居住環境の向上や防災・減災等の多様な効果を生むグリーンインフラとして
市街地における緑とオープンスペースの保全・整備に取り組みます。また河川・水辺の空間は魅力的な浸水空間として、機能の充実やネットワーク化を進めるとともに、水辺を活用した地域活動を支援する仕組みや船着き場を活用した水上交通を検討するなど、水辺に親しむことができる環境整備に努めます。復興まちづくりの方針では何に取り組むの？災害からの復興では、被災前よりも災害に強く住みよい街を目指すことが大切です。復興まちづくりの方向性は被害の大小で変わりますので、優先的に復興まちづくりを検討すべき地域を事前に想定しておくことが迅速な復興につながります。震災からの復興では、地域危険度などを踏まえ、大被害が想定される地域から優先的に復興まちづくりを検討し、適切な事業手法により迅速な復興に取り組みます。水害からの復興では、大規模水害ハザードマップから荒川・江戸川沿いで家屋流出被害が想定される区域で高台化などの基盤整備、浸水深3メートル以上で2階まで浸水の恐れがある地域では、住宅の中高層・高床化や地盤のかさ上げなどの復興まちづくりを検討します。区全体でのまちづくりの方向性はなんとなく分かってきたけど、私たちの住む地域ではどんなまちづくりが進められていくのかな？地域別構想では、区内を5つの地域に区分し、各地域の特性や課題に応じて6つの分野別方針に沿った具体的な取り組み、当該地域内で完結する取り組みを中心に整理しています。区内を5つの地域に区分しってどのように決めたの？地形・地物、鉄道駅、買い物利用券などを踏まえ、水元、金町、新宿地域、柴又・高砂地域、亀有、小菅、堀切、お花茶屋地域、青戸、立石、四つ木地域、奥戸、新小岩地域の5つの地域区分としています。水元・金町・新宿地域ではどのような町を目指すの？地域の将来像を、にぎわいと活力ある拠点の形成と豊かな自然環境に恵まれ、都市の利便性・快適性を享受できる住みよい町とし、町づくりの基本方針を、にぎわいと活力ある拠点の形成などとしています。柴又・高砂地域ではどのような町を目指すの？地域の将来像を、魅力ある歴史的景観資源と駅周辺の都市機能創出によるにぎわいある多世代が暮らしたくなる水辺の町とし、町づくりの基本方針は、快適な住環境の形成と商業環境が調和した災害に強く浸水性の高い町づくりなどとしています。亀有、小菅、堀切、お花茶屋地域ではどのような町を目指すの？地域の将来像を、広域拠点を中心に世代を超えた人々が集い、商業のにぎわいと安全・快適で住み続けたくなる自然と歴史を残すふるさとの町とし、町づくりの基本方針は、人々が集い、憩う個性あふれる魅力とにぎわいある拠点の形成などとしています。青戸・立石・四つ木地域ではどのような町を目指すの？地域の将来像を、区の中心部として活気にあふれ、暮らしとなりわいが共生し、さまざまな世代が安全・快適に暮らせる水と緑が身近に感じられる町とし、町づくりの基本方針は、葛飾の核となる拠点形成などとしています。奥戸・新小岩地域ではどのような町を目指すの？地域の将来像を、世代間交流、多文化交流が盛んで、魅力的な広域拠点が形成され、浸水性が高く、浸水にも対応した災害に強く
緑が充実した町とし、町づくりの基本方針は震災や水害など様々な災害に強い町づくりなどとしています。町の将来のイメージは湧いてきたけど、計画通り行くのかな。計画した町づくりを実現するために必要なことは何だろう。町づくりは行政だけで進めていくことはできません。このため豊島区では区民や事業者等行政の3者が適切な役割分担を図りつつ、相互に連携協力しながら目標とするまちづくりの実現を目指すパートナーシップ型まちづくりの考え方を掲げています。みんなが協力し合うためには、豊島区に掲げる将来像を共有して同じ目標に向かって取り組む必要があるよね。どうやってこの計画を周知していくの？まちづくりはみんなで進めていくものということが広く浸透し、区民にとって身近なものとなるよう、さまざまな方法で幅広い世代における認知度の向上に取り組みます。計画の進捗管理はどうやっていくの？ SDGs のターゲットを念頭に、20年後の計画目標などを示す葛飾版モニタリング指標、KSDGs 指標を設定し、計画の進捗を管理していきます。いかがでしたか？豊島区は皆さんの街の将来計画です。そこには理想の街や防災などの分野別方針、地域区分ごとの今後の街づくりの方向性が示されています。友達にも紹介したいな。さまざまなコンテンツをご用意しています。葛飾区豊島区で検索しご覧ください。ご視聴ありがとうございました。